ニューヨークを旅行するのにビジネスクラスで行くのはどこが一番安いかと思って予約サイトを検索したら、どうもシンガポール乗り換えが最も安く、往復約50万円らしいということが分かりました。 JAL だとこれは100万とかその時にしたと思いますんで、それに比べれば結構な安い値段です。ただ、たまたまシンガポールからニューヨークまでの移動が世界で一番長い航空路線、片道18時間ほどの地球を一周する非常に長い便であり、またそのルートの関係からたまたま地球を一周するということが分かりました。今回は途中ニューヨークでたった1回の乗り換えをするだけで世界を一周してしまう SQ22 便、21便の紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずは東京からシンガポールへ向かいます。東京羽田から見下ろす多分神奈川県川崎市あたりの光景です。 SQ631 便という便だったと思います。シンガポールまでもビジネスクラスです。夜行の便になりまして、まあ、このようなベッドがついている結構しっかりした座席、これについては後でちゃんと紹介します。シンガポールまでは沖縄まで国内線を飛ぶような感じで、そこから先フィリピンの上空を飛び越してタイの南方を飛び越えて、そしてシンガポールへ至る、だいたい7時間ほどです。結構長かったかと思います。東京を出たのが午前2時頃、そしてシンガポールには時差込みで確か朝の8時頃に着いたと思います。だいたい7時間、シンガポールチャンゲ国際空港に到着しました。ここはすごい立派な空港でした。今は新型コロナウイルスの影響で誰もいないらしいですけれど、相当立派で、シンガポールが国の威信をかけて作ってるって感じがしましたよ。空港のターミナル間の乗り継ぎはこのような無料の電車で行うことになっています。シンガポールでは数少ない電車です。また乗り継ぎ時間を意図的に多く作っておきました。シンガポールで半日ほど用意して、日中はずっと観光することにしました。実際には5時間ほどでしたが、シンガポールの街の真ん中とか有名なマリーナベイサンズの展望台とか、そんなところを散歩しました。なお、ついこの間もシンガポールにもう一度行きまして、このマリーナベイサンズについては近々直ちに紹介することがあると思いますから、ぜひまたその動画もお楽しみください。世界で4番目の金融都市だそうですね。頑張って外国からのお金を獲得しようとしているんだろうと、その努力のほどが伺われます。夜にはこのような光を使ったショーなども行われました。シンガポールらしい景色というのはあんまりありませんが、非常に都会的な雰囲気を味わうことができました。とても安心なところで、危ない思いもしなかったし、物価も安くて非常に過ごしやすかったですね。と、まあ、こんな風に1日シンガポールを楽しみましたが、これでまた割と日本よりは安いタクシーに乗って空港まで戻ります。これがシンガポールチャンギ国際空港です。大変立派な空港で、これ上から水が少ないシンガポールですけれども、一生懸命水を落としてですね、滝を作っているそうです。これもすごい景色。このチャンギ空港についてもきっとまた皆さんに紹介することがあると思います。今回の旅はあくまでこの空港から出発してニューヨークまで行く便 SQ22 便、そしてその帰りの21便を皆さんに紹介することです。23時35分発ニューヨーク、ニューヨーク空港行き、この便が世界で一番長い距離を飛ぶ飛行機となっています。ちなみに経由便として他にジョン・F・ケネディ空港行きというのもありまして、それは途中でドイツですかね、フランクフルト空港を経由することになっています。これです。0時25分発バイアフランクフルトと書いてあるこの便です。一旦ヨーロッパに寄り道をしてからアメリカに至るというわけで、これもすごい長距離フライトだと思いますけど、ただ長距離フライトの記録というのは無着陸であることが重要なんだそうです。なお現在臨時で世界最長の航空便ができておりまして、フランスのパリからその植民地アメリカの近くにあります南半球のタヒチまで、飛んでいる。しかもこれは植民地ですから国内線ということで飛んでいる便があるらしいんですが、まあ、いつもであればこれはアメリカを途中に経由するので世界最長フライトではないらしいんですけども、コロナの関係でアメリカに途中着陸することができなくなっているとかで、現在ではシンガポール航空22便はどうも第2番目のフライトらしいという話を聞いています。さて、搭乗手続き、出国手続きなども全て済ませてラウンジに近づいてきました。ビジネスクラスの利用客はその専用ラウンジ、シルバークリスラウンジというのを利用できるそうです。この左側に進んでいくところ、ファーストとかスイートのお客さんとはまた別ですが、それでもしっかりこんな生野菜、生のサラダなどを楽しめるようなコーナーがあり、他にも立派な料理があります。右側はね、まあ、アジアっぽい料理でしたけど、あんま辛くなかった、辛い料理が多いんですけどね、牛肉を使ってました。それからこれはトイレですが、こんな風にアメニティもたくさん豊富にあります。トイレも専用の掃除の人がいて、ずっと綺麗に保たれていました。さて、そして搭乗の時間になりました。出発時間は23時55分です。エアバス A350 という大変燃費のいい飛行機。もともとシンガポール発ニューヨーク行きというのはエアバス A340 型という一世代前の飛行機で飛んでいたらしいんですが、燃油がどんどん高くなってしまったので、運航はやめていました。ところが燃油が安くなったということと、それからこの燃費のいい飛行機がデビューしたということで、もう一度シンガポールニューヨーク間の世界最長便の運航が可能になったのでした。
なおこの便にはビジネスクラスとそれからプレミアムエコノミークラスしか装備されていません。エコノミークラスもファーストクラスもないのです。こんな長距離なのに、ね、どっちもなくてその2つだけというのはかなり変わっています。これがビジネスクラスの内装です。まあ、これはあの足元がこんな風に広くなってるっていうのはそうなんですけども、これは後でベッドに変えられます。ベッドに変えるところが特にこのビジネスクラスの座席の売りかと思います。お隣のお客さんとの間にはこのような仕切りがあります。これ引っ張ればバーッと動くんですけども、ちょっと硬くてですね、なかなか動きませんでした。苦戦しております。ただいま時刻は23時28分、出発よりも結構早いですね。割と早めに機内に案内してくれます。お客さんも少なめですから案内も円滑に行われます。またビジネスの搭乗率は5割ぐらいでしたかね。そんなに高くなかったですね。The seat fits over easily to reveal your full flat bed, complete with bed sheet, duvet and pillow. Your comfortable bed is ready in seconds. For taxi, takeoff and landing, your seat should be in an upright position. Fold away the sheets and flip back the extension. Press down on the bed.The latch and return the seat back to its upright position. Have an enjoyable and relaxing flight.機内の安全に関する放映も終わり、自由にモニターを使えるようになりました。どうもパナソニックが開発したらしいんですけれども、この飛行機がどこにいるか、そして大体どの辺を飛んでいくかを教えてくれる地図機能を皆さんにご覧に入れます。これが私の乗るシンガポール航空22便の飛行ルートなんですが、すごいですよね。これ地球が丸々1個表示されていて、そこに縦に線があります。まさかこれが飛行ルートだとは思われないぐらいに長いフライトです。シンガポールを飛び、マレーシアの脇をかすめて、その後東南アジアの多分ベトナムとかタイとかその辺の上空を飛び越し、さらにこの辺は中国ですかね、山並みをさらに飛び越えて、その裏側、こちらはロシアです。この辺は私もシベリア鉄道で前に通りました。バイカル湖の左側をかすめて、さらにロシアから北極海に乗り出します。もう完全に地球を縦に飛ぶという書き方になっています。どっかこの辺が北極点の最寄り点だと思いますが、さらにここから世界地図が逆側になりまして、グリーンランドの脇を飛び越し、さらにアラスカでしょうか、この辺は、そしてカナダの周辺なども飛び、そして逆側に北からニューヨークへ降りるということになっています。ただ一応お知らせしておくと、この通りには飛びませんでした。偏西風の関係などいろいろあって、別のルートを取った方が効率的に飛ぶことができるんだそうです。またびっくりしましたけれども、シンガポールとニューヨークは本当に地球の裏側にあるようで、その時差は12時間となっていました。ちなみにこの飛行機にビジネスクラスとプレミアムエコノミークラスしか用意されていない理由は、エコノミーなど用意してしまうお客さんの数が多くなって、それに伴い機内食とか水の量なども増えて飛行機が重くなり、そしてニューヨークまで飛びきれないから、多分ねそういう理由だと思います。特にこの22便に関してはそういう話は聞かなかったんですけど、他の航空会社でも超長距離フライトというのがあって、そこではだいたいこういった理由からビジネスとプレミアムエコノミーだけとしているようです。だって未だにシートベルト着用サインはついたままですが、飛行機は離陸しました。そしてこんな靴下なんかをくれましたんで、まあせっかくだから履き替えとくか、こういう綺麗な靴下を履いといた方が他のお客さんも嬉しいでしょうしね。大きなフリーサイズの靴下でした。だからかかと部分がありません。それでもだんだん履いてるうちに違和感はなくなってきました。ビジネスクラスのお客さん用のメニューです。シンガポール人が8人並んでいます。あ、なんか自由の女神が、あ、こういういい場所に自由の女神を移設したらいいのにねと思うんですが、まあそんなことしたら多分船の邪魔になるでしょうね。なるほど、こんな時間で、ここで1時間目からだいたい3時間目ぐらいで簡単なお食事を最初に出します。でその後8時間目から16時間目の間でまたもう一度機内食を出します。さらに3時間目以降はまあだいたい好きなものを、簡単なものをいつでも食べることができますから、おっしゃってくださいね。なんかいろいろ、なるほど、メニューが書いてあります。こういうの見てもよくわかんないんですけどね、これは何なのかな。よくね、ビーフがチキン、まあビーフの方が高そうだしビーフにしとくか。しかし今回はその心配はありませんでした。あらかじめですね、ビジネスクラスの利用者にはシンガポール発限定なんですけども、ブックザクックと言いまして、お食事を注文しておくことができるようになっているのです。シンガポール航空のビジネスクラスなどに乗った時に、食べられる、これがおすすめのメニューとされております。一番人気のロブスターのテルミンロール、これを食べながら飛行機の中で動画の編集をしました。本当は早く寝たいんですけども、もう午前1時とか2時とかになってますからね、これはしかし飛行機の中でずっと起きておかないと、明日の朝といいますか、まあ、ニューヨークに着いた時に、時差ボケボケになってしまいますので、それをしっかりやるためになるべく夜更かしをするよう頑張りました。ただいま時刻はシンガポールの時間で午前3時頃となっています。要するに出発から3時間ほど経ったということです。
そこでベッドの組み立てをします。割とベッドは簡単に取り出すことができました。これはね、出すのは難しいんですよ。なんかコツがいるらしいんですが、私はついにそれを体得することはできなかった。あとでもうちょっとよくご覧に入れますが、座席をバタンと前に倒してベッドにするわけです。で、倒すと裏から寝巻きはないんですけども、大量のクッションとかそんなのが出てきます。クッションは1人頭3個もあったかな。それからこれが、まあ、毛布みたいなやつです。さすがにね、寝巻きとかまで用意するとファーストクラスと何が違うのかよく分かんなくなってしまうから、だから寝巻きがないんでしょうかね。足はつけちゃったらと思うんですけども、こんな感じ。正面から見ると完全にベッドという感じで快適そうですが、足元を見ていただくと足元だけが少し狭くなっています。この中に足を差し込んでまっすぐ寝るという感じ。ちょっと斜めになりますかね。ただいまの時刻はさっきだいたい午前3時と言いましたが、正確には2時45分のようでした。これでまあ多少寝て、今アメリカでは今午後3時ですからね、まあお昼寝感覚で眠るというわけです。これをうまく調整することが大事です。12時間の間ちゃんと時差は反対側になるように調整しておけば、明日アメリカで1日目から活動を開始することができます。というわけでしばらく寝ました。アメリカ時間で今、4時45分ですかね。じゃあ今どの辺を飛んでいるかなと思い地図をつけてみると、なんと沖縄県の上空を飛んでいました。シンガポールからニューヨークまではマキタへ飛んで北極圏のあたりを飛び越した方が距離は近くなるのですが、それよりも西向きの偏西風ジェット気流に乗って遠回りをした方が効率的にアメリカへ到達できるのだそうでした。ちなみに本日は2019年の8月の12日で、ただいま日本時間で午前6時頃となっています。ですから左側に日本列島が見えるはずです。しかし残念ながら左側は厚い雲が立ち込めていて全く景色を見ることはできませんでした。でも右側には太平洋が広がっているのが見えました。あ、これならもしかしたら伊豆諸島ぐらいは見えるかもしれないぞと思いました。なんと世界一周をしているそんな飛行機が私たちの日本の真上を飛んでいるなんてね。そして真下に本当に見えました。これは伊豆諸島のかなり南方にある三宅島です。確か2001年だったと思います。私もちっちゃい頃でしたけども、噴火をしてなんかあのニュースになってたのを覚えていますが、三宅島の最高峰小山といったでしょうか、その山が下に見えているのもわかります。本当にこれはもう紛れもない東京の陸地ですからね。ああ東京とかこんなところに見える。昨日羽田空港から飛んできて、そしてまたすぐその近くまで飛行機でただ戻ってきたというわけです。こんな無駄な移動をしているのに、それでも普通にニューヨークまで直行便で行くよりは安くなるというから不思議です。さらに南方にはこれは御蔵島ですね、イルカが周りに住んでいるといいます。この雲に隠されていても、なるほど確かにまん丸な形で、あそこに船をつけるのは難しいだろうな、そんな形が分かりました。八丈島も一生懸命探したのですが、残念ながらかなり離れていて見つけることはできませんでした。これ飛行機がもうちょっと左を飛んでくれたら東京の真上を見られたのかななんていうふうなことも思ったんですが、まあ多分そんな東京の真上を飛ぶようなことは実際にはしないんじゃないですかね。飛行機がたくさんいますから。もしも天気がよく晴れていれば、左側に東京湾の景色とか房総半島などを見渡すことがどうもできたようです。1日ぶりに故郷の景色を見て私はとても満足しました。そしてもう一度布団をかぶって眠りました。ただいまの時刻は今さっき言いましたように午前6時頃となっています。だから朝から寝るのはなんかおかしいんですが、しかしニューヨークでは今午後6時頃でして、ここで今から夜の時間を始めて体内時計を作っておくことが好ましいわけです。ところで夜中寝ているとガタ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 と突然揺れ出しました。やっぱり太平洋の上空ですからね、あのいきなり気流が変わったりということもあるのかなと思いますが、寝ている時にシートベルト着用サインがポーンとついて目覚めましたが、しかしまたそのまま眠りました。そして起きますと今ニューヨーク時間で午後10時となっていました。シンガポール時間では午前10時です。これは今アラスカの方面に向けて北上を続けているところだと思います。飛行ルートを確認してきました。これまでの履歴はこうなっています。北方領土のすぐ東方を迂回したようです。そして今カムチャッカ半島の辺りまで来て、もうちょっとでアラスカというところまで来ています。これからいよいよアメリカの上空に至るわけですが、まだまだこれでも全ルートの半分ぐらいです。結構長いですよ。もう2回も昼寝しましたからね。昼寝というか夜というか分かりませんが、ここでまた少し活動して午前2時3時頃に眠るのがいいかと思います。シンガポール航空の人がチョコレートを持ってきてくれました。いりますか？あ、じゃあいただきます。これめちゃくちゃ美味しかったですね。美味しいチョコレート、これ2つもらっていいですかね。あ、いいですよ。こんな感じで親切にくれました。なもちろん会話は全部英語でしなければいけません。日本語の通じる方は多分いないと思います。もう一度ベッドを片付ける光景です。キャビンアテンダントの人に頼めば普通にやってくれるんでね、頼んだ方がいいんですけど、でもまあわざわざ呼んで向こうが来てくれるのはまあめんどくさいからということで自分で挑戦するんですが、結構これは苦労します。座席の横幅は多分全日空とかのファーストクラスに匹敵するんじゃないかな。かなり広い幅ですよ。2回目の機内食を持ってきてもらいました。味は薄めです。
多分アジアっぽい料理でも基本的に飛行機の料理ですからね。あのアメリカの人とか、まあ、他の国の人も食べられるようにといろんな人に向けた洋食になっています。そこまで癖はありません。ランチの食事と比べると全世界対応って感じがしたな。食事の選択肢の幅が割と少ないからでしょうね。そしてまた持ってきていただきました、こちらはシンガポール航空で一番人気の料理となっておりまして、私が事前に予約をしておきましたロブスターのテルミドールでございます。まあ、2回目に食べたわけですけど、1回目と盛り付け方が違いまして、私が同じものを延々と頼んでいて、キャビンアテンダントの人も笑っていました。いや、これが名物なんでしょ、一番いいやつをね、頼もうと思いまして、あもうこれ3回くらい頼んじゃったんですよ、はっはーみたいなこと言ったんですが、まあそしたらね、あのキャビンアテンダントの人もそうですかって言って、あの大笑いしてましたけども、で、盛り付け方を変えてくれたんですかね、まあ親切なことです。ともかく2度3度食べましたが、これは美味しかったです。まあ日本で言えばなんだろうな、マヨネーズ焼きとか言ったらちょっとなんか手抜き感が出ちゃうかもしれませんけど、でもしっかりしたロブスター、あこんなに歯ごたえがあるんだと思いながら空の上で美味しくいただきました。そしてまたメインの料理を食べた後、じゃあ甘いものは何かいりますか、こんなの持ってきてくれました。左はケーキで真ん中もまあムースみたいなやつ、一番右はグミ的なお菓子でしたね。さすがにね、甘いものだけだとちょっと困りますんで、じゃあなんか飲み物お願いします、お茶持ってきてもらえますか、 TWG というシンガポールの看板の高級茶葉を持ってきてもらいました。これは結構高級なやつなんですけど、まあこのブランドもいろいろあるんですが、とりあえず余計なことは言わないことにします。さてじゃあまた外の景色でも見るか、たびたび窓を開けるんですが、基本的に曇っていて下の景色を見ることはあまりできませんでした。まあ大体の場合そうですよね。ちなみにずっともうひたすら明るい状態が続いていますが、これは太陽から逃げるように飛んでいますので、それは当たり前です。太陽はそう簡単に沈んでくれません。もう一回寝る時間にしようと思います。座席をバターンと前に倒します。今回は割とうまくいきました。本当にこれ倒すの難しくてコツがいるんですが、後ろにもみくちゃになっているのが私がさっきまでずっと使っていた毛布です。何度も何度もこの毛布を使うなどしています。寝るときには一応シートベルトをつけなければいけません。ベッド用のシートベルトが設けられています。結構長いものです。でなるべくもうちょっと夜更かしをしておこうと思いました。まあ、ニューヨークに着いたときに時差ボケの対策でね、それであんな風に、パソコンなども使って動画編集をしたのですが、ただいまの時刻はニューヨーク時間で、午前0時20分となっています。シンガポールはお昼頃ということなんですが、あこれは寝るにはちょうどいいなと思いました。外の景色をもう一度見下ろします。これでなんかいい景色が見えたら良かったんですけどね、残念ながら基本的に厚い雲が立ち込めているだけでした。まあ、それでもこのエアバス A350 という飛行機の翼はなかなか美しくシューッと上に上がっていましたんで、翼を眺めているだけでも綺麗で良かったですね。と、大体ニューヨーク時間の午前1時前ぐらいに就寝となります。到着するのは午前6時となっています。あと5時間ほどのフライトです。なんだかんだそんなに長くは感じなかったなと思いました。特に苦痛に感じることもなかった。そして今ここは五大湖の上ですかね、もうアメリカでしょう、ここはあの上空を飛んでいるところです。もうそれほど長くないうちにニューヨークに到着することになっていて、あと2時間26分とあります。時刻は午前4時頃です。もうそんなに眠くありませんでした。飛行機の中でもうずっと食べるか寝るかでしたからね。だから降りる前に最後にじゃあこれチャイニーズなんとかヌードルって書いてこれお願いしますと言ってですね、いつでも持ってきてもらえる軽食を頼みました。これが美味しくてね、このかまぼこみたいなやつとか、あの、まあ、私椎茸とチンゲン菜が好きなんで、私の好物しかこのラーメンに入ってなかったんですが美味しかったですね。それからあの紅茶また持ってきてもらって、紅茶アイスティー作れますかと言ったらね、氷を入れて作ってくれました。まあそれは確かに作れるよなと思いましたが、アイスティーはメニューにはなかったらしいんですけども、多少の融通は効いてくれます。このラーメンは日本のラーメンとはまた随分雰囲気の違うやつですし、で味も日本のラーメンとは全然違います。どっちかっていうとなんか五目ラーメンを食べているような感じでしたが、いや美味しかったですね。これまた食べたいなと思うし、なんかこういうのを売ってる店どっかにないかなと思うんですけど、まあ多分そう簡単にはないと思います。これは多分シンガポールの料理でしょうね。そして飛行機の中がついに明るくなりました。もう間もなく着陸ですから、みんなに起きてもらうためにこのようなことをするわけです。ただいまの時刻午前5時頃となっています。本当はあと着陸まで1時間ほどあるんですが、シンガポール航空 SQ22便21便の世界最長フライトの場合では、大体の場合は予定よりも大幅に早くニューヨークもしくはシンガポール目的地へ到着することになっているんだそうです。もうちょっとゆっくりしてくれてもいいんですけどね。ある程度フライト時間が長い方が時差ボケ対策にはいいんじゃないのかなというような気がするんですが、ちょっとここら辺でね、じゃあいよいよ降りようという頃になってくると眠くなってくるんですよ。これがまあやっぱ時差ボケのきついところ。だって座席を元に戻そうとしていますが、なかなか戻りません。戻らない、戻らない、よいしょよいしょ。あんまりやると壊れるんじゃないかと思いますんで、なかなか気を使いながらやるんですが、まあ結局裏に入れた枕などを全部取り出して、
3個も取り出しましたからね。これで思いっきり、よいしょ、よいしょと、こうやって力ずくでやると、ちゃんと止まりました。これ力ずくでやっていいのかどうか心配なんですけどね。眼下にはアメリカ・ニュージャージー州の景色が広がります。まだ朝の5時ですからね、さすがのアメリカ人も寝てるでしょう。到着まであと19分、風はわずか1キロパーアワーと書いてあります。こんなに風が吹かないのも珍しいですよね。随分穏やかな着陸になりそうです。オレンジ色の照明は高速道路ですかね、アメリカらしい景色が下に広がっていることがわかります。なおこれから降りますニューヨーク空港はニューヨーク、ニューヨーク空港という表現をされてますけれども、まあ、しかし実際にはニューヨーク州にあるわけではなく、お隣のニュージャージー州にあるそうです。まあ成田空港みたいなもんですよね。ここから列車とかタクシーとかでそれほど離れておらず、ニューヨークの中心部まで行くことはできるようになっているそうです。着陸の時、シンガポール航空では弦楽器による BGM を何かかけてくれることになっているようで、これがシンガポール航空らしいですね。特に早朝のこの雰囲気には合っています。下には統一的な家がずらっと並びます。一軒家がたくさんあるのがなんかアメリカっぽいなと思います。今回のフライト実に18時間、実際には17時間でどうも飛び切ってしまったようですけれども、大変長いフライトでしたが、多分ねパイロットが2組用意されていて、それからキャビンアテンダントの方も大勢乗っていて、で頼む時になんか料理持ってきてくださいとかいう時に持ってきてくれる人がなんか毎回違ったりしたので、多分みんな交代で休憩とかを取りながらうまいこと回してるんだろうなと思いました。まあ、それぐらいでなきゃキャビンアテンダントの健康も守れないし、まともな労働環境が提供できないですよね。乗客の方も髪の毛が乾燥したり、まあ、肌が乾燥したりとかですね、飛行機の中で何か体調に異変をきたしたり、心配なこともあるんじゃないかと思います。だからある程度最低ランクをプレミアムエコノミー以上にしておくというのも、それぐらいしとかないとね、あのお客さんがなんか変なことになったりとかしたら、あの航空会社はもう困ると思いますので、最低限の快適性を提供するってことが大事なんじゃないでしょうか。なおこのビジネスクラスとそれからプレミアムエコノミークラスですが、本当に日本からニューヨークへこれらのクラスで行くのにはシンガポール乗り継ぎの世界最長便を利用するのが少なくともこの時点では安いということになっていました。私は結局安いからこの便にもともと乗ったんですけども、なんかね意外とお客さんがそんなにたくさんいないみたいですよ。この便はね空席もたくさんありました。シンガポール航空をご利用くださいましてありがとうございましたと言った直後、飛行機がぐるりと大きく向きを変え、うおーさすがだ、すごい、これがニューヨーク。一回ニューヨークは行ったことがありますけれども、あーニューヨークの空港からでもこんなに立派に見えるあそこがマンハッタン島ですよね。朝焼けにちょうど包まれて、まさに旅の終わりにはいい光景です。いやーすごいものを見たな、これは楽しみです。体も元気です。快適な座席でいいサービスを受けて、長時間のフライトもそんなに体に応えることはありませんでした。ニューヨーク、ニューヨーク空港に到着。空港には必ずバーンと星条旗が飾ってあります。アメリカに着いたなという感じがします。これからイエローキャブに乗ってニューヨークの中心部まで向かいました。ホテルを予約しあって、そこに荷物を預けることになっています。この高速道路に乗ってるのもね、アメリカの旅って感じで、とりあえずタクシーに乗ってるだけでもアメリカ感が感じられて楽しいです。向こうには日本ではまず見られないような大型のトレーラーが走っています。おお、警笛の音もまたアメリカっぽい。あちこちブーブークラクションが鳴ってますしね。その脇を通過するトヨタプリウス、日本の至宝です。マンハッタンの街中、あまり綺麗なところではないと思いますが、まあ元気で大変好ましいところです。イエローキャブの運転手さん、ずいぶんいい車持ってますね、これ写真撮らせてもらえますか、手を振って答えてくれました。ニューヨークではまあいろいろあの観光客らしいことをしましたけども、前に来た時は天気が総じて悪かったのですが、今回は割と良好な天気に恵まれました。やっぱ都会の景色もね、晴れている方がよく見えますよ。地下鉄も前に来た時も夏でしたけど、なんでこんな暑いんだろうな、そしてなんでこんな臭いんだろうな、もうちょっとなんとかなんないのかなと思いながら乗るのが楽しいものです。
前回来た時には自由の女神を見ることがありませんでした。これはまあもう一回ニューヨークに着き来るのいつかわかんないし見に行こうかなと思い、船に乗ってですね自由の女神の前まで行きました。ずいぶんこれは大きいものを作ったな。近くで見ると本当に大きくてびっくりでしたね。日本にこんなに大きな銅像とか多分ないんじゃないかな。フランスから贈り物でもらったものらしいですけども、アメリカも贈り物をフランスに返して、フランスとそれから、アメリカに1個ずつあるんだそうですね。ちなみに日本にもお台場になんかあって全くこれと関係がなくはないらしいです。自由の女神の銅像も良かったですが、ここから見返すマンハッタン島がまた素晴らしかったですね。しかし、まあ、やっぱ晴れの時に行った方がいいだろうと思い、翌日は天気が良かったので夕焼けの時間帯に見に行きました。やっぱり実際にその通りでした。夕日を浴びる自由の女神、どうだとばかりの大きさです。今回のニューヨーク旅行は、まあ、一応用事で行ったんですけども、それに加えて、まあ、リゾート気分で行ったというのがありまして、全然ねリゾートっていう感じのところではなかったですよ。綺麗でもないし、それから人々が落ち着いて過ごしているかというとそうでもないですからね。でも逆に日本とは雰囲気が違うのでいい気分転換にはなりました。リゾートっていうのは気分転換のために行くんだろうと思いますので、まあ勝手にリゾート気分を味わうことはできたかなと思っています。そしてまたもう一度小汚い地下鉄に乗って、本日はもう帰る日です。2019年の8月の18日だったと思います。地下鉄はガタガタうるさいですが、それにちょっと揺られてペンシルバニア駅まで来ました。ペンステーションと呼ばれるこの駅からはアムトラックが出ることになっています。アメリカの各地で出る長距離列車が発着するところですが、そんなに遠くまで行かない近距離列車もありまして、私が乗るのはニュージャージートランジットというニュージャージーの空港まで行く列車です。あの飛行機のマークがついているところ、その列車を目指して乗ればいいわけで結構簡単でした。ただお客さんは全然乗っていなかったですね。ニューヨーク空港に行く人っていっぱいいるんじゃないかなと思ったんですけど、なんかニューヨークのその先までさらにこの列車は行くのにね、列車も長く連ねているのに全然客は乗っていなくて、駅にもほとんど人はいませんでした。一体みんなどうやって空港行ってんだろうかという不思議さでした。ただやっぱりアメリカの普通の鉄道は今回が初めての乗車でしたけどすごかったですね。全部2階建てで見た目もあんまり意識していない、とにかくしっかり作ってきゃいいだろうみたいな外観。そして地下トンネルを抜けてマンハッタンをずいぶん離れてきたわけですが、こうやって見るとマンハッタンからちょっと来ただけでこんな田舎っぽい景色になっちゃうんですね。意外と一極集中してるんだなと思いました。列車のスピードもすごかったですね。空港を通過してしまうあれは急行列車でしょうか。さてモノレールみたいなやつに乗ってニューヨークの空港の中に入ってきました。その帰りの飛行機シンガポール航空21便にはビジネスクラスとそれからプレミアムエコノミークラスしかやはりありませんので、当然搭乗手続きのところもこの2つの案内しかなされていません。搭乗手続きを済ませてバージンアトランティッククラブハウスとかそういうところまで通されました。シンガポール航空のキャビンアテンダントさんの絵も書いてあります。ちなみに日付を1日間違えて予定より早く空港に来てしまったんですが、融通を聞かせて1日早い便に乗せてもらえることになりました。ここはイギリスバージンアトランティック航空のラウンジです。シンガポール航空はさすがにこのニューヨーク空港に1日1便しか発着しませんから、自前のラウンジを用意するということはさすがにしていなくて、その代わりに他のスターアライアンスの航空会社のラウンジを使わせてもらうということになっております。イギリスの航空会社ですから紅茶とかこんなミルクティーとかそういうもてなしが得意としています。私ももちろんイギリス風にここは楽しませてもらうことにしました。朝ごはんが出てきます。これは注文するとすぐ作ってくれるようですが、イングリッシュブレックファストがあるというんで、じゃあぜひそれを、やっぱり得意料理を食べたいもんですよね。大変美味しくいただきました。カリカリのベーコンとマッシュルーム、それからソーセージ、すべて3種の神器、美味しいものだと思います。でも豆がなかったですね。内装はこんな感じ、まあ、ベンチャー企業のオフィスみたいになってましたが、大変おしゃれな雰囲気で、利用者はほとんどシンガポール航空のお客さんみたいでしたね。これが一応メニューです。朝ごはんはこんな感じの内容ですよなど書いてあります。基本多分みんなこれを食べていたんじゃないかと思います。そんなにメニューの幅は広そうには見えなかったけど、飲み物もかなりたくさんありましたよ。そして搭乗の時間になりましたから飛行機のところまで案内されました。なんで乗るところを取ってないのか全くわからないんですが、多分何らかの事情によりかなり取りづらかったんだろうと思っています。座席はまたシンガポール航空の同じビジネスクラスの座席、もちろん全く同じ席ですから特に改めて皆さんに紹介するということはありませんが、どうも離陸の前にこの下の物入れのところにいろいろ物を置いていいようだったので、これは助かりますよね。普通飛行機ってね、離陸の前に物をここは全部しまってくださいねとか言われるんですが、助かりました。これが帰りのあの靴下なんですけど、行きの靴下と違って裏にブツブツがついているのがちょっとした違いでした。まあそれから行きもそうだったんですけども、この脇のちょっとしたポケットにクリスタルガイザーっていうんですか、これが入っていて、水は溜めばまた持ってきてくれますが、それ以外にも自分の水が1本用意されているという状態。それからこちらはオレンジジュースです。ウェルカムドリンク、行きに乗った時にもいただきました。機内の安全ビデオはシンガポールの各地の観光地を紹介しながらのものとなります。かなり完成度が高いと思います。こんな感じの座席で脇に
頭を持たれることができるようになっているのが、これが便利です。さすがに離陸するまでにベッドを作るということは許されていません。安全のためですが、それでもここに持たれていれば眠くてしょうがない時にもかなり体を休めることができます。ところで私は今日本一周旅行の最中でしたので、こんな時刻表を用意して、これでここから先の行程を考えるということも必要でした。帰りの飛行機でのミッションになりました。一応ここでもう一度モニターを開いて帰りの飛行ルートの確認をすることにしました。といってもこれは実際の飛行ルートがここに示されているのではないと先ほどもお話しした通りですが、ただニューハクとチャンギ空港の2点を線で結んでいるだけですので、最短距離ではこのようになるけれども、実際にこのように飛行機が飛ぶかどうかは分かりません。ニューヨークを北向きに立って、カナダの上空を飛び越えて、さらにグリーンランドをかすめ、北極圏のあたりを通過して、そしてそれから地図が逆向きになります。知らぬ間に南下をするようになります。そしてロシアの上空、さらにイルクーツクの西側、要するにバイカル湖の西側を通り抜けてと、先ほどお話ししたのと全く同じルートが、ただそのまま逆向きに辿られているようです。今飛行機は中国のあたりまで来ています。そしてさらに中国南部、東南アジアと来て、そして最後にはマレーシアの脇からシンガポールに至るわけですが、まあ実際にはこのようには飛ばないでしょうね。帰りはどのようになるのかちょっと楽しみです。しかし実際にはおそらく少なくとも経度に関してはぐるりと全部一周し360度回って、まあ180度ずつを回って地球を一周して帰ってくるということになるのではないかと思います。ニューヨークを雲の中飛び立ちました。残念ながらこの日もこのような天気でしたから、飛行機の窓からニューヨークの街並みを見ることはできませんでした。どうもこの辺は曇りがちというわけでもないんですけどね、私がニューヨークの飛行機の窓からニューヨークを見渡そうとするとなかなか見ることができないのです。さて時刻はこれ日本時間なんですけども、ただいま午前0時1分です。ニューヨークの時間では午前11時となっています。そしてシンガポールは午後11時です。東京までの時間にはそれなりに余裕がありますから、じっくり時差を調整したいと思います。さてこれは Wi-Fi の購入画面なんですが、飛行機の中でお金を払うと、例えばアメリカドルで16ドル、まあ1800円ぐらい払うと200メガバイトほどインターネットを利用できます。ただしビジネスクラスの乗客は Wi-Fi が確か100メガバイトまでだったと思いますが、一応無料で使えるということになっています。それ以上は有料ということですね。スイートとかファーストとかになると無料で完全に使えるようなんですけども、 You are connected と書いてあって、たった100メガバイトですけれども、しかし結構助かります。 LINE ぐらいなら問題なくできますからね。隣に人はいないんですけども、とりあえずこのようにシャッターを閉めることができました。行きの時はなかなか閉めることができませんでしたからね。これガーッと閉めて、両側にコンセントがあります。コンセントは1つの座席に1個ですが、2つ使うことができました。そしてこちら、早速機内食が出てきましたけども、これが美味しかったですね。なんかシンガポール航空はね、メインの料理とかよりもこういう前菜の方が美味しいんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですが、トマトの上にモッツァレラチーズ、そしてその中には見ているだけでは分からなかったんですけど、中をほじくり返すとなんとこんな立派なサーモンですかね、出てきまして、いやこれ美味しかったですよ。ソースもバジルみたいなやつがかかってね、こんなに美味しいものどっか地上でまた食べたいなと思うんですけども、イタリアに行ってもこんなに美味しいものを食べることはなかなかありませんでした。ちょっとはありましたけどね、そういう美味しいところ。カイワレ大根みたいなのが載ってますが、実際にはこれ何だったのかな、辛くはありませんでしたけど、アメリカにもそういうのがあるんですかね。スプラウトとかそんな名前だったかと思います。モッツァレラチーズのやつも美味しいなと思って、その次に出てきたのはこういう料理でした。これは何かな、あの行きの飛行機で、確かロブスターを予約したと思いますが、あれはシンガポール発だから予約できるんですが、残念ながらアメリカ発に関してはシンガポール航空独特のメニューを用意するということができないので、あらかじめ指定されたメニューの中から2つぐらいから選択するということになっています。たまにはフィッシュにするかと思って、肉と魚どっちがいいですか、お魚にしたんですが、魚は美味しかったんですけどね、謎の芋みたいなものが乗ってまして、これは正直美味しくなかったですね。まあこんなこと言ったら申し訳ないですけど、南国の食べ物ってわけでも、これ何なんですかね。見た目はそんなに悪くなそうなんだけど、あんまなんかこうネチョネチョしてて、まあ私の好みに合わないというだけです。それから左側のこれはケーキと、右側はコーヒーを持ってきてもらいました。普段あまりコーヒーは飲まないんですが、カフェインが入ってますからね。ただディカフェネイティッドカフェと言ったらば持ってきてくれまして、そんなコーヒーがあるんですね。日本ではなかなかディカフェ、要するにカフェインが入っていないようなコーヒーってのはありませんけれども、海外では結構人気があるようです。さて外を見てみましたが、やはり残念ながらこのように曇っています。飛行機は現在グリーンランドの上を飛んでいます。本当はグリーンランドをちょっとだけかすめるというような飛び方をしていましたので、やはり西に偏った飛び方をしています。行きにはグリーンランドの上を飛び越すということはありませんでした。確かにこの飛行機は世界一周しているようです。シンガポールからニューヨークまで世界をぐるりと半周し、またニューヨークからシンガポールまで半周して帰るということになっています。さてこれはトイレですけども、トイレにはまたこんな風にいろいろありまして、
自由に取り出せるようになっています。歯ブラシとかは一人一人配られるのではなく勝手に取ってそれで使うんですね。海外の歯ブラシはなんか目が細かかったり荒かったりとかしてね、なんかこんなんじゃ歯磨きできないんじゃないかなみたいな歯ブラシが多いんですけど、シンガポール航空の歯ブラシはちゃんとしましたね。磨きやすかった。そしてもう一度自分の座席をベッドに展開し眠るわけですが、また今回も割とうまくいったな。初期状態ではこんな風に綺麗に整備されています。でここでこのように眠るわけです。まあ、最初はねこんな風にぐっすり眠ってるんですけど、だんだんあの寝てると寝相が変わってきたりしますけどね。ただいまニューヨークの時間はまだ午後3時ですが、シンガポール時間では午前3時となっていまして、要するに12時間の差があるからそろそろ寝ておかなければいけません。現在地は今ちょうどアイスランドの上空ぐらいですね。アイスランドがどんな国なのかってあんま私よく知りませんけど、要するに飛行機はヨーロッパの上空に近づいてきたところです。こっから多分イギリスまで1000キロぐらいしか離れてないと思う。東京博多間ぐらいですかね。北海の上空まで出てきました。まあ、北海ってのは多分イギリスの人があのフィッシュ&チップスのタラとか取ってるようなところじゃないですか。ここでしばらくの就寝を取ります。大きなベッド、快適な座席です。これ本当にね、なんだかんだこんな広いベッドで寝られるのは楽ですよ。横幅があると寝返りが打ちやすいですからね。こんな風にクッションに包まれて寝ることになります。皆さんにご好評いただいたサムネイルです。そしてしばらく眠ってから起きました。3時間半ほど眠ったかと思いますが、時刻は7時30分となっております。まあ、午前7時30分なのか午後7時30分なのかよくわかんないんですが、少なくともシンガポール時間では午前7時30分となっています。眠くてしょうがないんですが一旦起きておきます。向こうでは朝ですからね、なるべく体を向こうに近づけておかないと。現在地は今ロシアのヨーロッパ寄りの方のようでした。行きにもロシアの上空はちらっと通ったかなとは思うんですが、行きはもうカムチャッカ半島とかあの北方領土とかその辺でしたから、まあ、それに比べるともうロシアの西側の方全然違いますよね。ちょうどこんな風な飛び方をしています。この線が帰りのラインですが、今私が指しているのが、北極点のあたりでして、このシンガポールから行きはですね、まずこんな感じで東南アジアらしいところを抜けて日本沿海を通り、そしてさらに北方領土、クリル列島の脇を抜けて、それからアラスカを回って今ニューヨークに降りたというところ。帰りは逆回りです。普通は行ったら逆のルートに戻ってくるじゃないですか。ところがこのような地球を半周する超長距離フライトの場合にはもうそのまま帰りも西回りで回ってきてしまった方が偏西風の影響を受けるので効率的に帰ってこられるということなんですね。行きと帰りでルートが違う、地球半周の長距離フライトならではだなと思いました。感動していると機内食がまた出てきます。基本的に機内食は2度出ます。これもまた非常に美味しかった。海鮮の乗った、海鮮って言い方でいいですかね、カニとかね、それからホタテの貝柱とかが乗った前菜。シンガポール航空の前菜は本当に美味しいですね。髪型がだんだんおかしくなってきました。飛行機の中が乾燥しているからです。タコも入ってるわ。やっぱ18時間とか乾燥した飛行機の中にいるとね、髪がすごい細くなったような気がしますよ。もうパサパサになりますし、喉の奥の乾燥とかも気をつけないと体がちょっとおかしくなってしまうかもしれませんね。これはパンですけども、パンもね美味しかったよ。なんか知らないけどシンガポール航空はあの機内食が美味しいというイメージがあるんですが、まあ、実際にはねすごい美味しいものとそうでもないものと二極化しているのかなという気がします。ただ基本的にはすごく美味しいものの方が多数です。多分口に合わないものがやっぱりどうしてもあるってことなんでしょうね。もののそれぞれの質はどれも高く設定してるんだろうと思いますよ。またもう一度アイスティーを持ってきてもらいました。カフェインが入っているでしょうから、こういったものを飲めば目が冴えてくるはずです。多少目を覚まして、そして昼寝のような感覚で眠って、それからシンガポールに着くのがいいと思います。今朝の8時ぐらいですが、シンガポールに着くのはあと7、8時間後の、午後3時、4時それぐらいになっています。メインの料理は肉にしますか、何にしますか。じゃあ今度は肉にします。肉の料理を持ってきてもらいました。バジルソースってのは美味しいですね。こんな大きな塊の肉、アメリカらしい料理です。まあ、肉の焼き方はやっぱりさすがに飛行機の中で加熱調理ってそんなにはしないんでしょうね。ちょっと温めて出すぐらいだと思うんで、肉の焼き方はミディアム、レア、ウェルダンのレアですかとかは聞かれなかったんですけど、ちょうどいい感じに調整してくれてましたよ。さて朝ごはんを食べたら眠くなってきました。朝の9時ぐらいですが、
まあ食事取ったらまた寝るのがいいですかね、こんな感じですけど、ところでここで気づいたんですけど、飛行機の中の照明がね、ちょっと一旦明るくされてるんですよね。ご飯の時間とかはある程度乗客に、じゃあ今は起きてご飯食べるような時間だと思いますよと、シンガポール航空側からの配慮だと思います。まあそういったおすすめの今は起きておくといいですみたいな、多分人間の生活リズムを、ね、考えた、シンガポール航空側の、照明の計画を立てることによって、お客さんの時差ボケを防ぐという、多分考えなんだろうと思います。だからもう一回ご飯の時間が終わったら飛行機の中は暗くなって、はい、じゃあもう一度寝てくださいね、あとはシンガポールまで、お昼寝されるといいですよ、そんなふうにね、考えられているようです。これはあの他の超長距離フライト、十何時間も飛ぶような航空会社では似たようなことを概ねやっているようでした。飛行機は結構なんかぐるぐる回りましたけど、ウルムチとかね、あのそんなところを通り抜けて今ベトナムとかその近くまで来ているようです。すごい、この地図で見るともうゴールが近づいてきていて、あと1時間30分とかそのぐらい着くんじゃないかなと思うんですけども、あとねまだこんなに飛んでも3時間かかるそうです。さすがだなと思いましたけどね、今お昼過ぎぐらいですかね、だからまあ3時間ぐらいまた眠ったのでした。飛行機の中では6、7時間ぐらい合計で眠りましたかね。随分迷うように飛んでいるのがなんか印象的でしたが、これは今度またじゃあなんか持ってきますよ、フルーツかいかがですか、持ってきてもらいました。結構私のアレルギーで食べられないフルーツがあって、それは申し訳なかったんですけども、それから他にもお菓子とかおやつとかいりますか、あ、じゃあお願いします。結構着陸の直前まで食べ物とか持ってきてくれるんですよね。ビジネスクラスの中はなんだかんだあの JAL とかほどではないですけど食べ放題ですから、頼むと何でも持ってきてくれるので、なるべく食べておきたいですよね、なんだかんだ言って。というわけでまたうどんを注文しました。あの行きにもね、ニューヨークに着く前にラーメンを食べましたけど、これはまたちょっと違うチャイニーズなんとかヌードルというやつでした。シンガポールには中国からの移民、華僑の人が多いですから、その関係でこういった中華料理的なやつはうまいんでしょうね。すごい美味しかったですよ。着陸まであと40分ということで、まあ、本当であれば着陸の1時間ぐらい前まで料理をお持ちしますということだったんですが、この直前になってもまだ頼んでいいですかねって、ああ全然平気ですよとか言ってね、キャビンアテンダントの人はあの気前よく持ってきてくれました。このどっさりあるんですよ、これ美味しかったらまた食べたいな。今私はお腹を空かせながらこの動画を作っておりますんで、この時の美味しさを如実に思い返しています。飛行機の中では着陸の案内がなされているようです。ずっと食べてますね。もうこんだけ勢いよく麺を食べても、まだ見てください、丼の中に麺がたくさん残ってるでしょ。相当いっぱいあったんですよ、これ。結構お腹いっぱいになりましたよ。こんないっぱい用意してたんだと思ってね。さて、シンガポール名物の入国カードが配られました。裏にはですね、ドラッグを持ってきたらお前ぶち殺すぞと書いてある、シンガポールの法律の、まあ、書き込みというか、まあ、こういう風になってますよというお知らせがあります。それだけ外国からの、麻薬の持ち込みには厳しいというわけですね。まあそんなじゃないとね、こういうちっちゃい国はもうそういうものを持ってこられたら国を滅ぼされるようなことにまでなるかもしれませんからね。最後に飛行機の中が明るくなって、チョコレートいりますか、また持ってきてくれました。大変気が利いております。シンガポール航空のキャビンアテンダントの方は総じて親切です。みんな愛想がいいですしね、外国の航空会社乗せてね、愛想のいいキャビンアテンダントが乗ってるということは、あのビジネスクラス程度だと稀なんですが、すごく親切だった。まあファーストがなくて、この飛行機の中でビジネスが最上位だからってのもあんのかもしれないですけどね。そして、帰りもですね、約17時間ぐらいでしたか、やはり予定よりは少し早めにシンガポールチャンギ国際空港に降りました。降りるときに私の前にですね、なんか超有名なアメリカの、なんすかね、わかんない、スポーツマンみたいな黒人の人が乗ってて、その人がシンガポールに来たみたいなんですけど、あの、私が降りようとしたら、その目の前でね、あの、出入り口のところで、キャビンアテンダントの人が写真を撮ってました。写真撮ってもらっていいですかとか、みんなでね、交代してやってて、まあ、私はその写真撮ってる間、あの、待ってたんで降りられなかったんですけど、全然それはね、悪い子だと、あの、私は気を悪くしたりはしませんでしたけどね。ただ、国によってこんなに違いがあるんだなと思う。日本でそれやったらなんか客に怒られそうですからね。おーと思ったもんですけど、あのキャビンアテンダントさんがみんなキャピキャピしててね、面白かったです。これはの空港について、じゃあせっかく時間暇だからなんか見ていくかと思ったら、こんな、蝶々コーナーがありまして、蝶々自由に見てくださいっていうところが放し飼いになってるんですけども、これちょっとあんまりいっぱいいるの気持ち悪いんじゃないかなと思いましたけどね、パイナップルのところに蝶々がみんな集まって憩いの、時間チューチュー何かやっております。チャンギ空港といえばやはり名物はこの滝です。この滝の立派さすごい。シンガポールに行ったらね、とりあえずこれは見といた方がいいし、まあ逆にこれだけ見ればなんかちょっとシンガポールという国が少しわかるんじゃないかなという気がしますけどね。
外国に対して名物をバンバン作ってぜひ遊びに来てくださいというのがこのシンガポールです。さて観光はもう行きにしましたので、じゃああとは帰りの飛行機まで5時間ぐらいだけれどもちょっと眠っていこうということにしました。結構混んでてね、カプセルホテルもあったんですけど、こういうトランジットホテルしかなかったんですが、それなりにまあお金を払いまして、その後じゃあまあ出発前にこんな、もみもみチェアがあったんですね、これに座って、足を揉んでもらいましたが、日本にあるのと同じような感じでしたよ。あんまり欧米でこういうの見ませんけどね、あるんでしょうか。シンガポールとかだとアジア圏文化圏が近いからか、ああいったものをもてなしてくれるようです。でまあこれでもうすでに世界一周については終わっていますが、せっかくなんで帰りもまた東京までの飛行機ビジネスクラスに乗りましたから皆さんに紹介して終わろうと思います。ここにありますのはボーイング777と言いまして、日本でも多く飛んでいるちょっと古い飛行機と言っていいと思います。まあ最もあの777にも新しいものから古いものまでありますが、私の乗ったこれについてはちょっと古めのタイプだったようです。大変見慣れた機内の安全ビデオ、これは日本へ行く便ですから英語だけではなく日本語も併記されていました。逆に言うとシンガポールニューヨーク線ではもう日本語だけでしたね。ここでようやく久々に時計をいじるということをしました。時差はあったんですけども、あんなに大きな時差があったんですが、何せ地球半周分の12時間の時差ですから時計をいじる必要がなかったのです。これ他に泊まっていたボーイング777ですね。シンガポール航空ではビジネスクラスにいくつかの種類があって、まあ、新しいのから古いのまであるそうなんですが、私の乗ったのは最新型ではなかったようですけど、多分新しさで言ったら上から2番目ぐらいになるのかな。基本的にどれも横幅が広いのが売りだそうです。遠方にシンガポールのダウンタウンでしょうか、高いネオン群が見えます。今シンガポールを立ちまして、これからですねまた、行きと同じように今回はね地球逆回りにして帰るとかそんなことはしませんから、ただ沖縄県とかその辺りの上をなぞるようにして進んでいくことになります。これちなみに東京へ着いた後長野県の旅をすることになっていますので、天気と暮らすというウェブサイトを見てですね天候の確認をしているシーンでございます。これはまたあの出てきました前菜です。アイガモのローストっていうのはこんなのが出てきましたけど、カモが美味しかったですね。一方でカモの組み合わせということでこちらはフォアグラでしたが、私フォアグラってのはね、食べたことはいっぱいあるんですけど、やっぱどうしても美味しいと思えない。正直ちょっとなーと思って、まあ、食べるものの、ね、作り方としてもあんまり好きじゃないし、フォアグラは申し訳ないんですが残させてもらいました。カモにしたら災難なことですけどね。さて、帰りの飛行機の中ではまた注文をして出してもらった特別料理。こちらはシンガポール航空で一番人気の、ロブスターのテルミドールとなっております。これやっぱ美味しかったですね。3回食べましたけどね、今回これ4回食べたかな、ずっとあればっか食べてたんですけど美味しかったですよ。これまた持ってきてもらったアイスです。アイスクリームはなんか色が随分外国っぽい色だなと思いましたが、味はねそんな違和感なく美味しく食べられました。ただ量が多かったんであれもちょっと残さざるを得なかった。これもまたバターンと倒します。これうまいこと倒れました。さっきめちゃくちゃ苦労してるシーンを入れといたんですけど、わかりましたか。時刻はただいま午前2時頃となっています。これは日本時間の午前2時頃でして、東京に到着するのが確か翌朝の8時とかだ、8時半とかだったと思いますんで、5時間ぐらいは眠れるということになります。ちょっとね東南アジアって近いんですよね。エコノミークラスで行くには遠いし、ビジネスで行くには近すぎるんで難しいところなんですが、翌朝になって、はい、ではそろそろ着陸しますという案内の放送がかかり、じゃあしょうがねえな、起きるか、起きてきました。髪の毛ももう前日にもね、パサパサになりましたんで、頭に油塗ったりとかいろいろやったんですが、もうすっかり髪の毛も細くなったようです。お、東京へ帰ってきましたね。地球を一周して、左側に見えるのは富士山ですよ。多分ね、世界一周のフライトの SQ22 便ですか、行きにニューヨークへ行くときに乗った便でも、天候が良ければ左側に富士山が見えたんじゃないかと思うんですよね。いやー羽田、川崎の街並みです。発電所の火なども見えて、いやー立派なもんだ。あれ発電所じゃないかもしれないな、生成施設かもしれないですけど、地球を一周して帰ってきてもう一度見る東京は、あーなんかこう懐かしいなと、やっぱりそういった感覚になるものです。こんだけ手軽でもね、なんか地球一周して回ってきたような気がするんですよね。実際にはただシンガポールとニューヨークに行っただけなんですけど、今回は視聴者の皆さんに最も簡単な世界一周のやり方を紹介することができたんじゃないかと思います。もう本当にただシンガポールとニューヨークに行くだけの旅行なんでね。普通は航空券では世界一周航空券というのがありまして、それで世界をぐるりと回るということになるんですが、今回はただの2転換の往復の航空券となっています。さて東京に着きましたけれども、気温は今35度だそうですね。ちょっと信じられない気温だよな。まあシンガポールも暑かったですけど、どうも東京の気温の方が嫌みったらしい暑さのように感じました。それではこの動画はこの辺までで終わりにさせていただきたいと思います。シンガポールの景色も立派でしたけど、新宿の景色も良かったですね。この
この後引き続き日本一周旅行が続くことになりました。皆様その節はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ここから新宿発松本行きのバスに乗り換えたのです。